小牧山。小牧山は愛知県小牧市にある標高86メートルの山。かつて織田信長の居城であった小牧山城、日本の城があった。現在は山全体が公園となっており、桜の名所としても知られる。公園の分類は史跡公園。なお、現在山頂にある天守閣風建物は1967年。 昭和42年に建てられたものである小牧市歴史館小牧城参照小牧山城は日本の城。織田信長が身の攻めの拠点として築城し、後の小牧長久手の戦いでは徳川家康の尋常となった。農地平野の独立峰である小牧山に築城された城で織田信長が身の攻めを終えるまでの4年間しか使用されなかった。このため、 旧造の砦出に近いものと想像されていたが、近年の発掘調査の結果で、城郭を取り巻く三重の石垣、三段の石垣で一番下の段は、腰巻石垣が発見された。そして城の南部の発掘調査では、小牧山追起によって移転してきた住民によって、営まれた町割りも発見された。これにより、小牧山城は、戦時旧造の城ではなく、清州城に変わる。 新たな拠点として築かれた城郭であることが判明した。現在は小牧山次郎が後に、食方形城郭と呼ばれる城郭体系の原点であるとされる。南山陸から本丸のある頂上に向かう位置には、防衛に不向きな大手道が設けられている。途中の中原から、俺のある道へと変化しており、後の安土城の縄張りとの類似性が指摘されている。 標高86メートルの小牧山頂上に本丸を築き、その周囲を三重の石垣で守りを固め、中腹も作兵して、数多くの車を構築している。登録の帯車地区では、堀で仕切られた武家屋敷があったと推定される。この登録の帯車南端の区画は、他の武家屋敷よりも敷地が広く、これが信長の屋敷ではないかと推測している。平成17年度。 2005年に行われた第二次、四屈調査で、現在の大,大手道の地下に、A6 期の大手道があることが発見された。A6 期の大手道は、山川谷川にもそれぞれに石積みを設け、道の両端を区画していた。道幅は約5メートルで、道に並行して、幅20センチメートルの排水口を設置していた。この構造は、安土城の正面にある、大手道と、 構造的に似通っており、安土城が初見とされる大規模な大手道は、この小牧山城が最初であったと推測されている。小牧、長久手の戦いの際には、人城として大掛かりな土木工事が行われ、山の周囲全体を土塁と堀で囲み、要所には防衛用のここを設けた。小牧山追記以前の歴史は明確ではない。しかし、発掘結果等から、 寺院などの宗教関係の施設が存在していたと考えられている。またママ観音に残る演技、寺院の遠隔では、元は小牧山に寺院、ママ観音があったが、織田信長の命によって現在の地に移設されたとある。また、ママ観音は正式には飛車山流音寺であるが、この飛車山は小牧山の古い呼び名の一つであるとされる。織田信長は、 A63 年5月19日、1560年6月12日の桶狭間の戦いに勝利した後、念願の美の国平殿を実現すべく、早くもその3ヶ月後から美の攻めを開始した。A65 年1月15日、1562年2月18日には、徳川家康と清洲城において、いわゆる清洲同盟を結び、終わり国東側の脅威が消滅した。 これによって、信長は、全力で、美濃国を攻める体制を整えるために、美濃国に近い終わり国北方へ、本拠地を前進する策が、実施可能となった。この新しい本拠地に選ばれたのが、広大な農美平野の中に古宝を保つ、小牧山であった。庭長秀を武行として、小牧山山町に城を築き、永禄6年、1563年7月には、主要兵力を、 小牧山の城にした、上皇寺年代記によれば、城は信長により、カシャリン城と名付けられた。信長家中の小牧山移転の際のエピソードがある。清須から北方へ移転するという噂が、小田屋中でささやかれ、誰もが不服に思っていた。そこで信長は一景を案じ、小牧山より、さらに北方の庭郡二宮山、現、愛知県犬山白殿寺国二宮の本宮山に、 城を築き移転すると布告した。当然、清洲城内は反対一色となった。信長は反対意見が十分に出た頃を見計らい、家中の意見を吟味した結果として、二宮山よりは清洲城に近い小牧山への移転に変更することを申しした。すると、今度はほとんど反対意見もなく、皆が小牧山への移転に同意したという。この計略は、 人間心理を巧みに利用したものであり、似たようなエピソードが古今東西に存在する他心理は不明であるが、文明年間以来、約80年間にわたって守護所として栄え、家臣らが、各々の屋敷を持つ清洲から、他の地へ移ることへの抵抗が大きかったことが推測される。平成22年、2010年の発掘調査により、本丸部分から、信長の家臣、 佐久間信盛を指す可能性の高い佐久間と牧書された石垣の石材が出土した。武行の庭長秀和人が築城のすべてを取り仕切ったわけではなく、家臣団にそれぞれ資材調達や作事の分担があったことがわかる。また、信長が家臣を競わせ築城を進めさせたと推測する説がある。従来小牧山城は、 工術のように4年間しか使用されなかったため、従来は身の攻略のための土塁などの簡素な作りによる仮住まいの城と考えられていたが、2004年からの私屈調査で城の四角の四方を石垣で囲んだ本格的な城であることが判明し、当初信長は長期滞在も考えていた可能性が指摘されている。信長が築いた小牧山城の構造は山全体、 約21ヘクタールを上域とし、多数のクルワと重心の館からなっていたということが分かっている。また、山徳南側から西側にかけては、清須から移転させた城下町が形成された。移転後、織田軍は小牧山次郎本拠地として、美濃への進行と調略を繰り返し、A60 年8月15日、1567年9月17日、 美濃斎藤氏の本拠地であった稲葉山城は落城。信長は稲葉山城に拠点を移し城下町の機能をすべて一転させたため、小牧山城は約4年間で廃城となった。天正12年1584年、橋場秀吉と徳川家康が戦った小牧、長久手の戦いでは家康がいち早く小牧山に目をつけて本陣を置き、 遅れてきた秀吉を悔しがらせたと言われる。この時、信長の気づいた定石の土塁、空堀などに大規模な改修が施され、城とみなせるほど強固な陣地が築かれた。秀吉の大軍も、容易に手が出せず、焦った池田恒興や森長吉が三河への無謀な、チョーク攻撃を敢行し、長く手方面へ突出して壊滅する事態となった。急増、小牧山城は、 徳川勝利氏の一翼を担ったことになる。この一戦は、来三与により、家康公の天下を取るは、大阪にあらずして、関ヶ原にあり、関ヶ原にあらずして、小牧にありと称用された、日本外史。家康、ご勝利ご開運のご人跡となり、一般の入山は禁止された。山と城跡は、江戸時代を通じて、尾張徳川家の領地として、保護を受け、 管理された。元下9年、1623年には、尾張徳川家が上海道を整備するため、山の南側にあった町を東に移転させた。移点先に作られたのが、小牧塾である。明治維新後も尾張徳川家の所有地であったが、昭和2年、1927年に、時の当主、徳川義地によって、国に寄付された。同年、国の史跡に指定される。 現在でも、山中の各所に、石垣、土類、空堀、井戸跡、狂は、古行や、若干の石垣などが残り、王子を忍ぶことができる。なお現在、小牧山山頂にある、小牧城、小牧市歴史資料館は、昭和42年、1967年に建設されたものである。また、昭和22年、1947年から平成9年、 1997年までは山の東側の現在の史跡公園の位置に小牧中学校があったが現在は別の場所に移転している。平成29年2017年4月6日続日本百0 0名条149番に選定された。平成30年2018年6月6日小牧市が大手戸周辺の木を伐採した後文化庁の許可を えずに桜などを植樹するため掘削し、遺構を破壊していたことが発覚。2018年時点、小牧市は発掘調査や見学案内に加えて、ふもとで史跡センターの建設を進めている。現在ある小牧城の建物は、1962年、昭和42年に名古屋市に住んでいた実業家の平松茂が自身の財産を投じて建設し、 小牧市に寄贈したものである。西本願寺の非文革、伝授落台の遺構をモデルとしており、1968年、昭和43年に開館した。中世から現代にかけての小牧市の歴史的資料が各階に展示されているほか、最上階は展望施設となっている。入場料は大人100円、小中学生30円。ただし、土日祝日に限り小中学生は無料。 開館時間は午前9時から午後4時30分。休館日は毎月第3木曜日。祝日の場合は翌日と年末年始。施設の管理運営者は一般財団法人小牧、市民文化財団。施設の老朽化とアスベストの使用の問題から2006年11月に改装工事が始められた。そして展示物の追加や変更なども行われ2007年3月に リニューアルオープンした。また夜間にはライトアップが行われている。1階、2階、3階、4階、1年間で約3万人の利用者があった2006年度、2018年2月から3月にかけて小牧山を管理する小牧市緑公園課が大手道周辺のソメイヨシノの老木など約250本を倒木の恐れがあるとして伐採。山桜や 色葉もみじなどの苗木70本を植えていたことが、同年6月6日に発覚した。文化財保護法に基づき本来であれば、史跡の現状変更には、文化庁の認可が必要だが、どうかは、伐採に関しては、小牧市教育委員会には申請していたが、植樹や、それに伴う草削に関しては、4年前に樹木を更新していく方針を示していたので、問題ないと考えた。 約30センチメートルく削さくしが、軽微なものとして対応したとして、何の申請もしていなかった。また、同志教委もこれは、日常の樹木管理の一環だと主張した。これに対し文化庁は、食事は作業の詳細や図面などを示して、許可を申請するのが一般的と指摘。また、愛知県教育委員会は、移行への影響がないと独断で判断すべきでなかった、と非難た。 さらに、奈良大学の仙台義弘教授は、明らかな国史跡の既存行為で管理者である、小牧氏が自ら史跡を既存した責任は、極めて大きい、史跡では厳密な調査を行い、文化庁の指導の元専門家による、委員会が審議伐採する期を決定し、植栽計画を立てるのが原則。小牧市緑公園課の行為は、不適切で、絶対に繰り返してはいけない。市教委も、 遺構を破壊した植樹を日常の樹木管理の一環とするならとんでもない植樹によって既存した小牧山次郎の遺構は永久に失われた。猛省して史跡を大切にする整備、活用してほしいと強い調子で非難した。これに対し同年6月19日に山下文守明小牧市長は市議会の一般質問で 許可を得る現状変更とは認識していいと非難を一周。しかし、文化庁の判断を待ちたいなどと主張した。愛知県小牧市堀のうち一の一、山頂に二等三角点が設置されている。小牧巡回バスピーチバス、豊山タウンバス、名鉄バスの小牧市役所前停留所下車。以下、右にある、表示をクリックすると一覧表示される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。